はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、これ、ヤーバーの V12 の検証になります。視聴者さんからコメントをいただきました。100インチのスクリーンを持っているそうです。で、部屋の大きさの都合上ね、このスクリーンから、このね、レンズの先端までが3メーター。ね、距離が3メーターしか取れませんということでした。で、3メーターでね、100インチが映るかどうか、ちょっと検証してもらいたいということで、そうだね、通常の中華プロジェクターに限らず、3メーターで100インチっていうと、ちょっと届かないと思うんだけど、やってみないとわからない。ね。で、単焦点のやつってのがあって、近くで映るんだよね。1メーター以内でフォーカスが映るやつがあって、それってね、結構、通常の一般的なプロジェクターと比べると、同じところに置いて、大きさが大きいんだよね。過去に、VBS の P63 っていうのはね、当たり外れがあって、で、同じ距離で置いてるのに、大きさが違うっていう。じゃあ、同じサイズに合わせたらね、距離がね、こんなに違うっていう、過去の検証に残ってると思います。で、そういうタイプだったら、3メーターで100インチは、行くと思います。ただ、近くで映るやつって、レンズの調整っていうか、そういう用のやつなんで、離れるとぼやけちゃう。限界値が、だから、画面の大きさがね、結局、この近くでこれぐらいの大きさで映ってっていう、それが決まってて、後ろに行くと、もうぼやけちゃうっていうね。だ通常だったら、近くで映るものは、もう3メーターとか2メーターでは、ぼけちゃって見れないっていう、そういう、特徴があります。今までの経験だとね。で、今回のやつは、どうなのかっていうのがね、ちょっとよくわからないので、で、確かに、発売前にね、レビューしてる人もいるんだよね、これね。で、K2S と比べて、こっちの方が、なんかちょっとこう横に広いっていうね。横に広いっていうことは絶対にないんだけど、画面が全体的に大きいならわかるんだけど、横に広いって、それは絶対にありえない。16対9なんで、それはありえないんでね。そういうことで、おじいがいつも言ってるように、このね、おじいのところは、壁から、ここまでが 3.2 メーターです。で、これが奥行きが30センチあって、3.5 メーターです。部屋のサイズがね。で、今ここにメジャーをね、こう持ってきてるんだけど、今ちょっとこう斜めっちゃってるけども、斜めっちゃってて、3.2 メーターが、フォーカス来ないんだ。フォーカス来ない。やっぱ白いやつって、白はフォーカス来ないのか。ダメだ。ダメだ。全然ダメだ。モトローラの元 G13。全然フォーカスがね、ダメだ。来ないわ。ここが320センチなんだけど、曲げなければ、ここのスライスなんだよね。で、ということは、この先端が、3.2 メーターなんで、元 G13 オートフォーカスがないんだよな。このスマホ。なので、3.2 メーターから20センチ戻ればいいわけで、で、ざっくりと、レンズの先端っていうか、本体の先端で20センチ引いて、ここが3メーターちょうどの位置になります。で、3メーター1のところで、100インチのスクリーンって、どれぐらいの大きさっていうと、横が2214の縦が1245。いや、これほんとピントが合わないね。モトローラの G13 って。これ、あれかなオープンカメラってソフトがしょぼいのかな、それとも。こんなにフォーカスが合わないスマホって珍しいよね。はい。そんなわけでね。このサイズがあるかどうかを検証したいと思います。じゃあ、よいしょ。これをね、実現するのにね、本当かなり苦労しました。シャンメーターに持ってくるっていうのがね。じゃあ電源を入れます。よいしょ。あ、コンセント。ね。コンセント入れ忘れちゃったよ。もう準備万端だと思ったんだけどね。ほんと撮影ってね、大変なんだよ。ね、見てる人は楽なんだけど、やる方はね、すごい大変なんだよ。一個足りなくなったって視聴者に文句言われるんだから。ね、はい、電源オンにします。で、よいしょ。電源オンにならないね。電源がオンにならない。リモコンの反応が悪いのかな？あ、来た。うん、で、まだオートフォーカスがね。はい。まあ、綺麗だね。うん。横はここは今閉めてるものの、こっちは思いっきり開けてるけどね。まあ結構綺麗に映ってます。さあ、この状態で、じゃあサイズ寸法を測ってきます。よいしょと。よいしょ。これで固定できるね。よし。じゃあ、測ってきます。2214あるかどうかだね。2214。電気。ピントが来ねえなあ、元 G13、ほんとよ。2213。あ、ちょっと足んねえな。2160。2160。だ、2214欲しいってことは、14欲しいってことは、ここまでだね。うん、だ、これぐらい足りない。これぐらい足りないっていうことは、時計の、外幅ぐらいはね、余裕で違う。この時計の、この幅分ぐらいは違うってことだね。うん。ただ本当に、この時計の、この分ぐらいね。ここの5のこれを角にして、上、横がないぐらいの大きさ。で、216ってことは何インチなんだろうな。1960。2160。2160だけど、2103で95インチなんで、2160というと、97インチか98インチぐらいってことだね。だいたいそれぐらいです。うん。だいたいそんなもんだね。1インチ対角線上で 3.2 いくつで 3.3 センチぐらいだから、そんなもんだね、だいたいね。横幅を斜めにするとそんなもんだね。うん、だ97インチぐらいだと思うよ。だいたい3メーターだと。3.2 メーターまで連想下げれば、まあなんとかギリ100インチっていうね。で、これがエプソンとかだったら、ズームが 1.2 倍とか 1.3 倍とか 1.5 倍までズームで、光学ズームできるんで、中華の場合はちっちゃくしかできないからね。なんで、100インチのスクリーンにはちょっと足りないということになります。ね。参考にしてください。ね、今、97インチ、8インチぐらいだけど、映像は綺麗って言えば綺麗だね。でもやっぱね、マックスは80インチぐらいだと思うので、涙の帝王っていうとこね、あそこ見ると、やっぱね、昨日の2メーターのとこの検証に比べると、やっぱりね、ちょっと、文字がボケてるかな。うん。K1、K2 と比べてどうだろう。ちょっと手動で合わせてみようかな。ここら辺だね。あんま変わらないか。今ね、G13 で撮ってるけど、今モニター上は肉眼で見てるよりも、ちょっとぼやっと映っちゃってるんだけど、これはあれかな、なんでかな。拡大してるからそうなっちゃうのかな。多分。うん、で、あれちょっと待って。ちゃんとセッティングしといたのに。あれなんで来ないんだろう。でも、自動オフになっちゃったのか。ちゃんとね、セッティングしといたんだよ。HDMI つけてね。ひどい話だ、ほんと。うん、肉眼だとすごい綺麗に見えてるんだけど、あれだね。残念ながら、これね、スマホが悪いな。どうしようか。バカソニックだと手で持ってほら、これできないからさ、今手で持てるようにスマホにしたんだけど、正しく映らねえな。ちょっと待って。わかんない。でも、画像はどうなっていくかわかんないけど、なんかすごい白く映ってんだよね。今、元 G13 だと。あくまでも液晶上そう見えてるのかもしれないけど、うん、ちょっとね、アプリが悪いのか、スマホが悪いのかわからないけど、かなり綺麗には見えている。うん、でね、音はね、今日もさ、オープンボックスの動画がさ、5回編集したんだよ。うん。Google に著作権で、音は気をつけてるのに、映像でやられた、情熱大陸だったじゃん。で、ミュートにしてたけど、一瞬映ってる映像でやられたんだね。うん、これね、元 G13 もうちょっと綺麗に映んないかな。これね、どうしようかな。バカソニックで撮り直すのもちょっと面倒だな。まあ今この出来上がった動画がどうやって出来上がるかわからないけど、今ね、モニター上は結構白くなっちゃってるんだよ。で、肉眼ではね、もうちょっとちゃんと映ってるんだけど、ちょっとなんか悩ましいね。で、液晶越しに見てると、ここが現実で見てる色よりも青く映ってる。もっとね、空色なんだけど、まあこの液晶のあれだから、まあ動画がどういう風にして撮れてるかちょっとわからないけど、ね、まあ結構綺麗な方だよね。どうだろうな。でも K2 の方がその発色具合とかピシャッと見え方はもうちょっと上だったような。で、レンズが大きい K1 はもうちょっと有利だったような。このね、レンズの大きさ K1 大きいからね。それで、仕様としてはなんだけども、これって V12 って、まあ、ぶっちゃけウィミュースの、29999で売ってる K9 と同じだよね。で、K9 はもっと発色がすごい悪くて暗いんだよね。で、K9 はこれと全く中身が同じなんで、ミラーリング機能はあっちはもともと OS に入ってて、あと、iPhone 用のやつだっか、ドングルがついてたんだよね。で、こっちはどっちもミラーリングはできないっていうね。だから若干そこら辺の中身が違うけども、お値段はこっちの方がちょっとよろしいっていう。まあ、どこで違うのかなっていうと、見てて不快ではない色具合と明るさかな。まあウィミュースの K9 が、あれがびっくりするぐらい、色が白黒に近くて暗かったんで、ちょっと衝撃的だったんだよね、あれはね。K1 持ってきてさ、ちょっと2つ並べたいと思うけど、こっちは本当にホームシネマなんで、で、K1、K2 はプレミアムシネマなんでね。ただ本当 V12 は本当に全体的にフォーカスが合っている感じで、この100インチぐらいのこの大きさで、じゃあどこまで鮮明なのっていうと、やっぱりエプソンとかベンキューとかね、ああいうのやっぱ30万とかねするようないいやつあるじゃん。ああいうのだと液晶テレビを見てるのとほとんど変わんないぐらいのドットで見るに対して、やっぱね、数万円の中華プロジェクターだと、やっぱ100インチぐらいになるとちょっとぼんやりするよねっていう。何が違うのっていうと、まあ、解像度も違うと思うけど、液晶のパネルの大きさが違うと思うよね。多分ね。ただこれで見てて不満はないでしょうっていうのと、あと、色が液晶テレビで見てるのと似てるんだよね。一昔前の。ね、で、いわばの K1 なんて、特にいわばの K1 とか V9 は、ちょっとオーバーな色、発色具合で、綺麗だねっていう、ちょっとね、本物よりもちょっと鮮やかに見せている演出があって、まあ、どっちがいいかだよね。こっちはだから本当、目に優しいっていうか、おじいは好みなんだよ。モニターとか、おじい目が弱いんで、色をなるべくちょっとこう薄めにして、明るさもね、輝度を落として使ってるんで、若い頃から、10代の頃からね、目が本当に弱いんで、だからこれを見てて、目がすごい優しい。で、今までの昔のプロジェクターは、300アンシュルーメンとか200アンシュルーメンだと、夜見てる分に目には優しいんだけど、やっぱり暗いよね。色が出ないよね。字がぼやけてるよね。暗いからっていう。そういうのはあったけど、まあ明るさはあると思うので、その点は細かい文字でも、ちゃんと見れるよね。っていう感じだね。あ、すごいカクカクしてるから、やっぱりあれか。スマホの限界か。このバカソニックで撮らないと。ねえ。なんか今こうやってやってて、映像がっていうか、この録画が、こう、すごい、カクカクしてる。でも電気つけちゃうと映んないからさ。ねえ。それでもカクカクしてるね。元 G10、やっぱ楽天ハンドの方が綺麗だな。元 G13 せっかくさ、1万円ぐらいかかってんじゃん。つかないともったいないなと思ったんだけど、やっぱ楽天ハンドの方が優秀だわ。動画撮るのにこんなカクカクしないもん。楽天ハンド。ね、なんか最近思ったんだよ。元 G13 で撮ったの YouTube で見るとカクカクしてるから、やっぱ性能ですげえ差が出たなっていう。例えば同じオープンカメラで撮るにしてもね、録画。これ使うのがこれ難しいんだよね、これね。思うように。で、こっちの方が、あ、そうか、今度、あれか、カメラが映んねえのか。元 G13 がダメなんだよ。楽天ハンドすげえ。楽天ハンドは、ちゃんと元 G13、ちょっと待って。これはすごいわ。楽天ハンドすごいわ。ちょっと今、動画撮るわ。あ、滑らかだ。あ、全然、もう、圧勝だね、これね。元 G13、使い物にならないよ。でも、ファイルっていうのがないんだね、今度ね。ファイル。すごいイライラするんだよな。ほんと。めちゃめちゃイライラするんだよ。再生の仕方がわからない。あ、滑らかだ。ああ、そうか。だから、見せたいんだけど、元 G13 は、これが映らないから、綺麗に撮れてるんだけど、見せられないのか。録画撮ったけど。まあ、せっかくこれ撮ったんで、この動画もアップするけど、楽天ハンドでちょっと撮り直します。モトローラのカメラ、液晶は綺麗に映るんだけど、もうカクカクしちゃってるし、間ね、露出が全然、取れねえから、ダメカメラだね、これね。1万円でせっかく買ったのにさ、なんか、もったいないよね。片値段は安いけど、ほら、解約するまで1万円かかってるからね。いやー、残念。はい。そういうことで、まあ、視聴者さんの、質問の答えは出たね。100インチは取れません。だいたいせいぜい97インチ、8インチぐらいまでになるので、100インチ全体的に映すのは不可能です。ね。この機種ではないということだね。はい。以上です。はい。それではね、これおまけなんだけども、楽天ハンド 5G にしました。ね。まあ、カクカク感が、モトローラよりは全然違うよね。で、ちゃんと露出が合うんだよ。今さ、ちょっと待ってね。ファイルってあるのかな。で、ちょっと待ってよ。これをね、ほら、映るでしょ、ほら。ほら。楽天ハンドは、元 G13 の液晶も、こうやって普通にオートフォーカスで、こうやって映すことができるんです。同じオープンカメラを使ってます。ね。こうやって、おっしゃるんで、やっぱりね、楽天ハンド優秀だな、すごく。楽天ハンド使ったらもう他のやつ使えねえよ。ほら、ウルトラ優秀じゃん。いやー、やっぱり楽天ハンドで撮ってよ。いやー、元 G13 ちょっと失敗だったな、これ。ほんと、最近気がついたんだよ。これでガンガンメインで撮ってたから、最近の動画全部、昨日ほら、オープンボックス作ってて、なんでこんなカクカクしてるんだろうと思ったんだよ。ね。いやー、三木谷会長ね、楽天ハンド 5G、ね、新しいの作って、応援してるよ。ね。はい、そういうことで、いやー、楽天ハンド 5G 快適だな。ほら、これでやっと普通の発色、目で見てる発色と、うん、明るさっていうか、ほら、やっとフォーカス具合も、ね。いやー、元 G13 と全然違うでしょ、見え方が。ほら、優秀だね、オートフォーカスも。いやー、楽天ハンドすげー、1円スマホの方が全然綺麗に撮れる。すげー。すげー。いやー、楽天ハンドすげーぞー。ね。はい。まあ、ちょっとズームしてね。はい。ほら、ちゃんとズームしてもしっかり撮ってくれるよ。あー、すげー。ね、三木谷会長ね、おじいは応援してるから、ね、新しい楽天ハンド出して、ね、契約してるよ、ちゃんと。ね。いや、すごいでしょ？すごい。やっと見せたい内容がね。そう、これで今肉眼で見てんのと同じだもんだって。ここら辺がちょっとこう、ね、明かりがこう当たっちゃってるけど、ああ、もう全然、もう見た目そのまんま。うん、ほら、綺麗でしょ？ねえ。多分昨日のね、バカソニックでもここまで綺麗に撮れてなかったんだよ。うん。いや、楽天ハンド 5G は、目で見たそのまんまで撮れる。まあ、この動画がどう撮れてるかわかんないけど、少なくとも、液晶で見てるのは今肉眼で見てるのとほんと同じ感じだよ。ね、はい。じゃあこれでちょっとね、番組表出るかな。ね。はい。これでね、今番組表。どう？まあ、かなりズームでちょっと手がプルプル触れ、これあれかな、補正機能かな、手がプルプルしてるのか、これはおじいの。ほら。何もないとこだとフォーカスが来ない。まあ、これしょうがないよね。うん。ね、じゃあちょっとフォーカス戻って自分の足で歩くか。ね、まあこれぐらい。ね、うん、今あれだね。手動でやったのがこうピシャリと来てないな。ちょっと待って。絵でフォーカスを合わせたんで、ここだね。うん。多分これぐらいかな。うん、これぐらいです。これ以上はもう無理。ね。97、8インチだと。ね。でもまあこれぐらい映ってればよくない？ほら。で、文字の太さとかもあるじゃん、プロジェクターによって。ねえ。ほら、これぐらいで見れれば同じでしょね。ただ本当もうちょっとお値段がね、リーズナブルだったらすごい嬉しいんだけどね。3万円切ってほしいなって感じはするけど、まあ大体これぐらいで映っております。ね。まあ映像によっては本当綺麗だね。まあ K1 の方がもっと画質は綺麗だと思うけど、うん。まあそれでも再生するものによるよね。ね、まあ目に優しいよね。うん。どう？ね。はい、まあこんな感じです。3メーターの位置で97インチ、8インチぐらいの大きさです。まあ十分見てる分には耐えられます。で、近くによると、液晶モニターに比べると、ドットがちょっとぼやっとしてるよ。ね。でも、片ぼけ感はあんまないね。平均してみんな同じ。うん。ここは素晴らしいと思う。ね。だからほんと、一世代前のさ、例えば、ウィンメッシュで言ったら P62 とか64とか、あそこでも平均的にすってるけど、ちょっと出すとほら、ぼやっとすんじゃん。真ん中と外でね、大きい画面にすると、そこら辺が100インチ近い画面で出てないっていうのは、まあ、これを目標にアップデートしたんだろうね。構造をね、変えて。おじい的には、まあ、見やすいんだけど、もうちょっとこう、ギラギラしてなくてもいいけど、K1 みたいな演出が欲しいかなと思うけどね。でも綺麗だよ。ね。でもお値段、でも悩むね。で、一個ね、スピーカーは大きい音が出るけど、でも絶対にスピーカーは K2S の方が全然いいからね、音がね。もう間違いなく。ね。スピーカーは。絶対に。で、ボリュームを大きくすると、もうこの手の、今年出たこの手のタイプはみんなスピーカーがね、音割れちゃう。ね。K2S はボリュームを大きくしてもすごい、音がしっかり出てたから、そこですごい差がついてると思う。あとスマホのミラーリングはね、別になくても全然構わない。おじいはね。どのみちさ、動画をミラーリングしたってほら、著作権になるもの見れないじゃん。これうち見れないですっていうね。逆にスマホが見れるよっていうと、それで、ね、著作権、真っ黒になるやつをみんなやって見れないって騒ぐ人が多いわけだから、だから、かえってその機能を省いちゃった方が、トラブルは少ないし、スマホが映りません。初期不良ですか？壊れてる。見れない。返品ってね。これをストップすることができるので、まあいい試みだと思うよ。おじい的にはね。はい、以上です。参考にしてちょうだい。じゃあね。バイバイ。